佐々木望は日本の女優、ファッションモデル、旧姓同じ、本名は渡辺望秋田県秋田市出身、トップコート所属、夫はアンジャッシュの渡辺健。2005年、秋田フォーラスに出店していたショップ、流行屋の店員として勤務していたところ、集英社の青年漫画雑誌、週刊ヤングジャンプの全国十断祖、人備少女発見グラビア、 ギャルコンジャパンのスタッフが偶然見かけ、同店の店長の承認を得て、写真撮影がなされた。2006年3月9日発売の同志で、ギャルコンジャパン初代グランプリとなったことが発表された。2006年8月、集英社の女性ファッション雑誌、ピンキーの第2回プリンセスピンキーオーディションで、応募4290人の中からグランプリを受賞。 修営者発行の雑誌において読者層が大きく異なるグラビアアイドル系のコンテストとファッションモデル系のコンテストの双方でグランプリを獲得したのは史上初であり芸能事務所十数社から獲得の申し出があったそのため修営者が各事務所との面接を段取りヤングジャンプ愛読者だった当時のマネージャーの熱意を受けてトップコート所属となる事務所所属を機に ショップ店員を退職して上京。2007年1月、修営社の少女漫画雑誌、マーガレットに、佐々木のシンデレラストーリーを漫画化した、ガールフロムアキタトゥト a キオが掲載された。同年より修営社の金のティアラ対象応援キャラクターとしても活動。その一方で、ピンキーの専属モデルとしても活動し、同年5月発行の同志7月号で、 鈴木恵美と共に初の表紙を飾った。5月7日にはブログを開始。11月21日発売のアクアタイムズのアルバム、誰かの地上へ収録曲、Be With You のミュージックビデオにも出演した。2008年1月5日に秋北テレビ、トコトン生中 2008CH、1月7日に NHK 総合東北地方ブロックネットの新春インタビューコーナー。 3月8日に、秋田放送、いい女。美人育成プロジェクトで、地元のテレビに出演。また、集英社、週刊プレイボーイで、秋田弁を話す生ドルとして紹介された。同年3月24日より、ワウワウ、ディスカバー、UEFA ユーロ2008で、衛星放送で、全国放送デビュー。同年4月4日から、東京 MX。 ガリンペイロ X にも半年間出演し、同年5月21日には、富士テレビ、爆笑レッドカーペットで、全国ネットの地上波番組デビューした。テレビ番組でのタレント活動と並行して、2008年1月発行のピンキー3月号では、初めて単独表紙を飾り、同年2月4日から、日本コカ・コーラ、創建美茶の CM に、アンズ、スミレ、 バネッサと共演して全国版 CM デビュー。同年9月6日には東京ガールズコレクション 2008AW に出演するなどファッションモデルとしてのキャリアを重ねた。また、ファースト写真集、のぞみ、ファースト DVD、のぞみを発売、グラビアアイドルとしての活動も続けた。2008年11月1日公開の映画、ハンサムスーツで女優デビュー。 2009年1月13日から放送された日本テレビの火曜ドラマ神の雫で連続ドラマ初出演を果たした。また2009年1月14日から日本テレビレコヒッツで木下幸菜と共に初めて司会を担当した。2009年、ロッテの新商品ガムフィット S の CM に出演、パパイヤ鈴木による独特な振り付けで踊る姿が話題になり、 その振り付けを真似た動画を YouTube に投稿し、再生回数を競うフィット・エスダンスコンテストが開催されるまでに至った。同年4月22日発売のティニーシャ・ケリーのファーストアルバムクロニクル・オブ・ TK では、佐々木からのラブコールによってティニーシャとアートワークの共同制作を行った。7月21日から8月20日に実施された日本雑誌協会。 雑誌愛読月間ではイメージキャラクターを務め計300誌に露出した。11月7日公開の映画天使の恋では初主演を果たす。2010年ピンキーの休館に伴い雑誌ノンノのレギュラーモデルとなる。4月28日自身のブランドコットンクラウドをオンラインショップでオープン長年の夢を実現した。7月21日には 自身が出演するフィット S の CM の BGM 狼少年剣のテーマのメロディーを用いたカムとフニャンフィーチャリングアストロで歌手としてメジャーデビュー10月4日からフジテレビ森田和義アワー笑っていいとも2目用レギュラーとして出演を開始2010年11月25日秋田県が新設した秋田を PR する秋田日の国大使に 加藤夏希と共に移植されることが発表された。発表に際して、秋田県知事、佐竹隆久は二人を、スーパー、秋田美人と称した。2015年10月から上演の、ブロックンの妖怪で、舞台デビューする。共通の友人を介して知り合い、2015年4月より、熱愛が報じられていたお笑いコンビ、アンジャッシュの渡辺健と、二千十七年四月十一日に、 婚姻届を提出して結婚。4月9日に所属事務所を通じて連名のファックスにより結婚を報告し、同日放送の行列のできる法律相談所で渡辺が自らの口で結婚を発表。佐々木自身も電話出演した。4月11日には渡辺が自身が火曜日レギュラーを務める昼なんです。内で同日朝に婚姻届を 都内の区役所に提出したことを生報告した。2017年10月8日に明治記念館で挙式、披露宴を行い、同月に新婚旅行で多日を訪れた。2018年2月28日に第一死人娠を報告、主演ドラマ、デイジーラックの撮影終了後に出産準備に入る。9月13日、第一子男児の出産を、 自身のインスタグラムで報告した。2020年6月12日に夫の渡辺健が複数人と不倫したことについて自身のインスタグラムで謝罪した。芸能人では大政彩と仲が良い。デビュー当初はグラビアアイドルとファッションモデルを兼ねるグラデルであり、秋田弁護を話す生ドルでもあった。アカシアさんまがフジテレビ2009年 FNS26 時間テレビの サンマ中井の今夜も眠れないにおいて、お気に入りの女性として取り上げ、後に、同年10月16日放送のフジテレビ、サンマのまんまスペシャル2009に、ゲストとして出演。出演中過去のレギュラー番組出演中過去集営者、その他出版社。ありがとうございます。